ミニボーネニュートリノ検出器の内部ニュートリノ検出器はニュートリノの研究のために設計された物理装置である。ニュートリノは弱い相互作用によってしか他の粒子の物質と反応しないため有意な数のニュートリノを検出するためにはニュートリノ検出器は非常に大きくなければならない。ニュートリノ検出器は宇宙船やその他のバックグラウンド放射線を避けるために しばしば地下に建設される。ニュートリノ天文学はまだ発展途上の分野であり、確認されている地球外のニュートリノ源は太陽と超新星 SA 1987A のみである。ニュートリノ天文台は天文学者に宇宙を研究するための新たな目を与えるだろう。検出には様々な方法が用いられている。スーパーカミオカンでは大量の水を 光電子像倍管で取り囲み、入射したニュートリノが水中で、電子やミオンを生成した時に放出される、チェレンコフ放射を観測する。サドベリーニュートリノ天文台も同様の手法だが、検出媒体として、重水を用いる。その他の検出器は大量の塩素やガリウムで構成され、元の物質に対してそれぞれ、ニュートリノ相互作用によって生成されるアルゴンや、 ゲルマニウムの過剰量を定期的に確認する。マイネスでは、固体プラスチックシンチレータを用い、光電子増倍管で観測し、バーキシーノでは、細い毒面液体シンチレータを用い同じく、光電子増倍管で観測し、脳乳栄検出器では、液体シンチレータ中に通した光ファイバーで、シンチレーション光を拾い、それをアバランシェフォートダイオードで検出する。 新たに提案された熱音響効果によるニュートリノの音響検出は、アンテリス、アイスキューブ、ケムサンネットの各共同研究が取り組む研究課題である。ニュートリノは原子炉や加速器から人工的に発生させることができるが、自然の状態でも衝突ブラックホール、爆発した恒星からのガンマ線バースト、及び、または遠方銀河コアの激しい事象のような超、 新宇宙領域に由来するとされるニュートリノが地球には多数飛来してきており、毎秒数百億個が我々の体1センチメートル四方あたりを気づかない、うちに通り過ぎていく。にもかかわらず、ニュートリノと原子との間の反応弾面積は非常に小さいため、これらは極めて検出困難である。ニュートリノには3つの種類、いわゆる科学者がフレーバーと呼ぶものがある。 ニュートリノ衝突後に発生する粒子にちなんで名付けられた電子、ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノの3種類で空間を伝播する間にニュートリノは3種類のフレーバーの間を振動する。このニュートリノ振動と呼ばれる現象が起こるためにはニュートリノが静止質量を持つ必要があるため、それまでは質量がないと考えられていたニュートリノにはわずかに 質量があることが判明した。ニュートリノは中性カレントあるいは家電カレントを通して弱い相互作用をすることができる。反ニュートリノは1956年にサバンナ川原子炉の近くで初めて検出された。フレデリック・ライネスとクライド・カワンは塩化カドミウム水溶液を包含する2つの標的を用いた。2つのシンチレーション検出器がこのカドミウム標的の 横に置かれた。1.8メブの式位置エネルギーを超える反ニュートリノは過カデンカレンと逆 β 崩壊相互作用を水中の陽子と起こし陽電子と中性子を生成した。結果として生じる非電子は電子との対照滅でそれぞれ約0.5メブのエネルギーの光子のペアを同時に生成する。これらを標的の上下の2つのシンチレーション検出器で それぞれ検出することができた。カドミウムの原子核により捕獲された中性子は約8メブの遅延ガンマ線を結果として生じ、それは陽電子消滅事象による光子から数マイクロ秒後に検出された。この実験は半ニュートリノに特有な識別特性を与え、この粒子の存在を証明できるようにカワンとライネスによって設計された。前半ニュートリノ束を測定することは、 この実験の目標ではなかった。したがって、検出された反ニュートリノはすべて使用した反応チャンネルの式屋値である1.8メーブ以上のエネルギーを持ったものであった。原子炉由来の反ニュートリノのうち約3%のみがこの反応を起こすのに十分なエネルギーを持っている。より最近建設され、はるかに大きいカムランド検出器では、 同様の手法が日本の原子力発電所にある53の原子炉から来る反ニュートリノの振動を研究するために使用された。より小さいがより放射性純度の高いバーキシーの検出器は太陽からのニュートリノスペクトルの最も重要な成分、それに地球や原子炉由来の反ニュートリノを測定することができる。ブルーのポンテコルボが提案した手法に基づく 塩素検出器は、テトラクロロエチレンのような塩素含有流体で、満たされたタンクからなる。ニュートリノは過電化レント相互作用により塩素マイナス37原子を、アルゴンマイナス37に転換する。この反応のニュートリノエネルギー指揮値は0.814メブである。この流体は、定期的にヘリウムガスでパージされ、アルゴンが除去される。その後ヘリウムを冷却して、 アルゴンを分離、アルゴン原子数は電子捕獲放射性崩壊に基づき数えられる。リード近くの旧ホームステイク鉱山に位置する470トンの流体を保持する塩素検出器は太陽ニュートリノを初めて測定し、太陽から来る電子ニュートリノが不足していることを初めて観測した。同様の検出器設計でより一層 低い0.233メーブの式位置を持つガリウム、ゲルマニウム転換を用いたものは低エネルギーニュートリノに対する感度が高い。ニュートリノはガリウムマイナス71の原子と反応し不安定度を痛いゲルマニウムマイナス71の原子に転換することができる。ゲルマニウムは化学的に抽出、濃縮される。ニュートリノは ゲルマニウムの放射性崩壊を測定することによって検出される。この校舎の方法は反応順序にちなみ通称アルザス・ロレーヌポーと呼ばれる。ガリウムとゲルマニウムはそれぞれフランスとドイツにちなんで名付けられており、アルザス・ロレーヌ地方の領有権は歴史的にフランスとドイツの間で争点となっていたため、この技法の通称となった。 これらの放射科学的検出法はニュートリノをカウントすることに対してのみ有用で、ニュートリノの方向やエネルギーの情報は得られない。ロシアのサージュ実験では約50トン、イタリアのギャレックス5の実験では約30トンのガリウムを反応物として用いた。この実験はガリウムが効果であるため、スケールアップすることが難しい。より大きな実験では、それゆえ、 より安価な反応物へと移行していった。リングイメージングチェレンコフ検出器はチェレンコフ光と呼ばれる現象を利用している。チェレンコフ放射は電子やミオンのような過電粒子が検出器の媒出中をその媒出における高速よりも早く移動するときに常に発生する。チェレンコフ検出器では大量の水、または氷のような透明な物質が光を感知する。 光電子増倍管で取り囲まれている。十分なエネルギーを持って生成され、このような検出器中を移動するカデ電レプトンは、検出器媒体中における高速より速く進む。このようなカデ電レプトンは、チェレンコフ放射により観測可能な光の衝撃波を生み出す。この放射は光電子増倍管によって検出され、光電子増倍管配列上に、 特徴的なリング状パターンとして現れる。ニュートリノは原子核と相互作用しチェレンコフ放射を発する家電レプトンを生成することができるので、このパターンを使って入射ニ,ニュートリノの方向、エネルギーそしてフレーバーの情報を推測することができる。二つの水を充填したこのタイプの検出器が超新星 s 千九1987。 A からのニュートリノバーストを記録した。科学者は大マゼライク内の星の爆発による19個のニュートリノを検出した。オカンで検出器はこの超新星に伴うニュートリノバーストを検出することに成功し、1988年には太陽ニュートリノの生成を直接確認するために利用された。このような水を充填した検出器で最大のものは スーパーカミオカンデである。この検出器は1万1000個の光電子増倍管に取り囲まれた5万トンの純水を使用し地下1キロメートルに位置している。サドベリーニュートリの天文台は1000トンの超純度の純水が入った直径12メートルのアクリル酸プラスチック容器が直径22メートル、高さ34メートルの通常の超純水の円柱で取り囲まれたものを用いている。 通常の水検出器でニュートリノ相互作用を見ることができるのに加えてニュートリノは重水中の重水層を分解することができる。結果として生じる自由中性子がその後に捕獲され検出可能なガンマ線バーストを放出する。3つすべてのフレーバーのニュートリノが等しくこの分離反応に寄与する。ミニボーネ検出器は純粋な交流を検出媒体として採用している。 光湯は天然のシンチレータなので、チェレンコ不光を生成するのに十分なエネルギーを持っていない家電粒子であってもシンチレーション光を生成することができる。水中では見ることのできない低エネルギーのミオンや陽光を検出することができる。水面下に配置されたアンタレスニュートリの検出器の図。 地中海の深さ約 2.5km に位置するアンテリスは2008年5月30日に完全に作動した。70m 間隔で離れて配置された12個の縦 350m の検出器の糸からなり、それぞれ75個の光電子増倍管の光学モジュールを持つ。この検出器は周辺の海水を検出媒体として用いている。 次世代の深海ニュートリノ望遠鏡、ケムサンネットの全装置体積は約5キロ立方メートルとなる予定である。検出機は地中海の3つの設置場所に分散される予定である。実施の第一段階は2013年より開始している。アンタークティックムーンニュートリノディテクター例は1996年から2004年まで稼働した。この検出機は 南極点付近の南極氷河の深部に埋めた糸に装置した光電子増倍管を用いた。氷自体が検出媒体である。入射ニュートリノ方向は、それぞれが一つの光電子増倍管を持つ検出器モジュールの三次元的な配列を用いて、個々の光子が到達する時間を記録することによって特定された。この方法で50ジェブ以上のニュートリノを 空間分解能約摂氏2度で検出することができる。アマンダは北天の地球外ニュートリノ原検索のためのニュートリノのマップを作成し暗黒物質を探索するために使用された。アマンダは現在アイスキューブ観測所に更新され最終的に検出器配列の体積を1立方キロメートルに増やしている。ラジオアイスチリンクーフエクスペリメントは 南極大陸の高エネルギーニュートリノからのチェレンコフ放射を検出するためのアンテナを用いる。アンタークティックインパルストランジェントアンテナは南極大陸上空を飛行し、下方の氷と超高エネルギーニュートリノの相互作用によって生成されるアスカーアン放射を検出する気球搭載用装置である。マイネス検出機のようなトラッキングカローリメータでは、 吸収物質と検出物質の板を交互に重ねて用いる。吸収板は検出器を増量し、一方で検出基板は非積情報を提供する。鉄は比較的高密度かつ安価であり、磁性をつけることができるという利点があるため、吸収体の選択肢として人気がある。脳入泳計画は非常に大きな体積のアクティブ検出器体積を用いることを選択し、 吸収版を排除することを提案した。アクティブ検出器は液体、またはプラスチックシンチレータで、光電子増倍感で読み出すことが多いが、様々な種類の電離箱も用いられている。トラッキングカロリメータは、高エネルギーのニュートリノに対してのみ有用である。このエネルギーでは、中性カレント相互作用はハドロン編のシャワーとして、現れ、家電カレント相互作用は家電レプトンの秘石の、 有無によって識別される。ミオンは過電化レント相互作用によって長い貫通秘籍を生成し簡単に見つけることができる。このミオンの秘籍の長さと磁場中での曲率によってエネルギーと電化の情報を得ることができる。検出器中の電子は電磁シャワーを作り出す。これはアクティブ検出器の流度がシャワーの物理範囲に比べて小さければハドロンシャワーとは区別することができる。 タウレプトン基本的に直ちにパイオン、または別の加減レプトンのいずれかに崩壊し、このような検出器では直接観測できない。タウ粒子を直接観察するために、一般的には、写真乳剤で奇跡のねじれを見る。低エネルギーでは、ニュートリノは、個々の各種よりもむしろ、コヒーレント中性カレントニュートリノ核弾性産卵。 そして知られるプロセスによって原子の核全体に対して散乱する。この効果は非常に小さなニュートリノ検出器を作るために利用されている。多くの検出方法と異なり、コヒーレント散乱はニュートリノのフレーバーに依存しない。ほとんどのニュートリノ実験では地球の表面に降り注ぐ宇宙船のフラックスを処理しなければならない。高エネルギーのニュートリノ実験では しばしば使用検出器がベトー検出器によって覆われたり取り囲まれたりする。ベトー検出器はいつ宇宙船が使用検出器を通ったかを明らかにし、使用検出器が無視すべき反応を対応づけることを可能にする。低エネルギー実験では宇宙船は直接的には問題にならない。その代わり、宇宙船によって生成される核破砕中性子と放射性同位元素が 目的の信号と間違えられる可能性がある。これらの実験では地球による遮蔽で宇宙線量を許容可能なレベルに低減できるため検出器を地下深部に設置することが解決策となる。ニュートリノ検出器は宇宙物理学的観測を目的とすることが可能である。多くの宇宙事象はニュートリノを放出するとされている。水中のニュートリノ望遠鏡。 氷下のニュートリノ望遠鏡、地下ニュートリノ望遠鏡、その他、ありがとうございます。